そもそも BYD とは日本人にはあまり聞き慣れない BYD というメーカーは、広東省深市にある電池、自動車のメーカー。1995年に設立され、2002年には中国で初めて、ノキアにリチウム電池を供給するなど、主に電池分野で業績を伸ばしてきた。 その勢いで2003年に中国国営電気自動車メーカーを買収し、自動車産業に進出。2019年には60カ国300都市に展開し、電気自動車を年間140万台以上、2022年1から10月を生産。累計販売台数も300万台を超えるなど、 今やテスラを抜き世界一の電気自動車メーカーに上り詰めた。2005年に日本法人 BYD ジャパンを設立。2015年からは太陽光発電 EV バスフォークリフトと日本での展開を拡大していく。2022年7月には自動車販売日本法人 BYD オートジャパンを設立し、 日本市場で電気自動車を販売していくことが発表された。SUV、a t 3 a t ト3が BYD の日本自動車市場参入第1号となる。合わせて読みたい今度の黒船は中国、韓国か ?BEV で日本上陸の意図を探る前編。中国と韓国が BEV、バッテリーエレクトリックビークルで攻めてくる。 韓国ヒョンではサグ。合わせて読みたい BYD 日本上陸中国製と。韓国製の BEV が突きつける日本の現実とは。去る7月21日、中国のヒア的記者、BYD オートは。日本で初めての記者会見を開き、写真120。日本史上参入第1弾は SUV の圧倒3 BYD オートの日本参入記者会見では、クーペライクな上級セダンシール、シール、SUV の圧倒3圧倒3アット3コンパクトカーの、ドルフィン、ドルフィンの3車種の順次展開を発表したが、その最初の1台が圧倒3になった。参入初手だけに SUV という手堅い車種を選択したということだろうか。 b y d オとト圧倒3 2022年2月の中国発売以降、シンガポールやオーストラリアなどでも販売、同社独自開発のブレードバッテリーを搭載した EV 専用プラットフォーム E プラットフォーム3.0を採用し、4 8 5キロメートルの航続距離 WLTC 値と高い安全性。 フラットな床面による広い車内空間と 440L の荷室容量を実現している。基本スペック全長 4455mm 全幅 1875mm。全高 1615mm ホイールベース 2720mm。最高出力 150kW 最大トルク 310nm。 電池容量 58.56kWh 航続距離 485km WLTC 自社調べ BYD オート倒 c t 3エクステリアはトヨタハリヤーを思わせる SUV の定番スタイルながらグリルレスのフロントマスクや独特のホイールデザインが特徴的だちなみにこのデザインは 2016年からデザイン部長を務めるアルファロメオや、アウディでラツワンを振るったボルフガング・エッカー氏により取りまとめられている。カラーは5色設定カラーバリエーションは、サーフブルー、スキーホワイトパルクールレッド、ボルダーグレー、フォレストグリーンの5色を用意し、レッドとグリーンは6.6万円高の特別色だ。 スポーツやアクティビティ由来のカラー名で SUV らしさをアピールしている。BYDO と a 倒 t 3一方でインテリアはデザインも、インターフェースも電気自動車らしい先進感を漂わせている。デザインだけでなくコネクテッド機能も充実しており、大型の12.8インチタッチスクリーンは回転式で縦画面にも大画面にもできる。 dyd スマホアプリとの連携が可能で、Apple CarPlay と Android Auto にも対応し、もちろん日本語音声認識が可能だ。アップデートは OTA オーバーザエア無線データ通信によるリモートの予定だ。また、車から外部への電源供給も可能で、100V1.5kW の出力を備えている。電気製品のみならず、 EV パワーステーションを返せば家屋への給電もできるという。アダスアドバンスドドライバー、アシスタンスシステムス、先進運転支援システムも、国産車と遜色ない内容で備わっており、運転の疲労軽減や事故予防に力を発揮するだろう。気になる価格と展開は アットオ3日本販売価格と発売予定アットオ3の日本販売価格は440万円税込みと発表された。また、サブスクリプションによるリース販売 DYDE フラットも予定されており、こちらは月額税込み 44, 44,440円。期間内の登録書費用、自賠責や自動車税などを含むだ。 受注開始は2023年1月31日からで、納車は2023年3月頃から始まる予定となっている。新車供給は上州と調査の工場からラインオフ後2から3週間で日本に到着、1から2週間で予備検査などを済ませて納車される流れだ。サブスク型リース、DYDE、フラット、車の、 輸入供給体制ディーラーには BYD アカデミーで専門トレーニングを受けたスタッフが販売やアフターサービスにあたりユーザーのカーライフをサポートしていくディーラー網の展開は2025年までに全国100店舗以上を計画していよりまず2023年1月下旬から15都道府県で 22店舗が開業準備室として順次オープンする。店舗には急速充電施設を設置店舗では点検。車検、修理のほか、アクセサリーやオクション品など幅広く対応。50kW 級の急速充電器を設置するほか、ユーザー宅への充電設置アドバイスサービスも予定されている。保証サポート体制にも力を入れる。 新車保証は4年間10万キロメートル消耗品を除く。駆動用バッテリーは8年15万キロメートルしかもバッテリーの劣化レベル、SOH、は70%から保証される。電結で走行不能になった際、最寄りの充電スポットまで。走行可能な電力を現地で充電する駆けつけ充電のロードアシストと、 緊急通報が必要になった場合のサポート、E、コール、二2 4時間365日対応。お客様相談室も用意して車の利用方法などの困りごとに答えてくれる。SBI 損保、損保ジャパン、東京会場日動による BYD 専用自動車保険も用意。基本保証に加えタイヤ、ホイール、バンパー、ドアミラー、ドア、 ガラスの6つの部位を無償負担するお得な内容になっている。日本自動車市場参入にあたり入念な体制を。作り上げて電気電気自動車を展開する BYD。その本気度を感じさせる力の入れようだ。日本ではまだまだ電気自動車の普及は進んでいないが、中国初の EV トップメーカーが日本で、 存在感を示すことができるのか、一つの試金石となるだろう。